パクシウ選手とは、練習をしていた仲間だとおっしゃってましたが、実際に試合をしてみてこう違うところっていうのはありましたでしょうか。そうですね、正直本当練習だと本当全然勝てなくて、まあ、怖いなっていうイメージあったんですけど、まあ、試合でも本当に強くて全然かなわなかったなっていうイメージですね。最後フルラウンド、最後の最後までこうタックルをしていた印象がすごいよあったんですけれども、やはりこう自分の得意なタックルで最後まで戦おうと思っていたのでしょうか。そうですね、まあ、自分の戦い方のイメージは本当テイクダウン来たかったんですけど、こう なかなかこ うまくいかず、やっぱ勝ちパターンを潰されてしまったのでテイクダウンもうまくいかず、そうですね、出し切れず負けちゃいましたね。それではあの試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、トーナメントがこの後まだあると思うんで、自分がちょっと、今後は分かんないです。